こんにちは、ハリファックサポートセンターの水谷です。今日はですね、皆さんに英語のリズムを体に染み付ける方法、練習方法っていうのをご紹介したいなと思います。この練習方法は僕がですね、カナダに語学留学をしていて、その後先生のね、資格を取った時に4週間の先生になるための、英語の先生になるためのコースを受けた時に、その時のトレーナーの方に教えていただいた練習方法です。すっごく簡単で、これがね、体に染みついてくると、英語のリズムっていうのが、自分の英語にも出てくるし、これすごくリスニングにプラスになる練習だと思います。どうしてかっていうと、英語っていう言語は、その言葉がリズムに乗ってくるんですよね。で、そのリズムを、自分が持ってないと、身につけてないと、なかなかその言葉を自分の中に理解していく、取り入れていくのが難しいと思います。そして英語のリズムでね、話せるとやっぱり向こうもすごく聞きやすくなるので、今日はこの英語のリズムを体に染み込ませる、本当に基本中の基本をご紹介したいなと思います。まずですね、4つの数字を使います。 1,2,3,4 1,2,3,4 ね、ピアノとかね、音楽とかやられてる方はね、メトロノームだと思って、こう手を振っていただくと、いいかなと思います。で、1,2,3,4 1,2,3,4 ね。すごく簡単なことなんですけど、この後にね、リズムが入ってきます。で、この手が触れる1,2,3,4 の、この間にですね、まず、and を入れていきます。and。ね。One and two and three and four. One and two and three and four. ね。数字の間に一拍入ってきます。そうすると、ちょっと音楽詳しい方はなんかこう、おたまじゃくしとか、あ、こういうことだなってわかるかもしれないですけども、強さ、リズムは、この数字で取っていきます。One, two, three, four. One and two and three and four. ね。こんな感じです。ね、このままね、ちょっとずつ増やしていくんですけど、次はですね、数字の中に and が入って、その次のステップは and a っていうのを入れていきます。and a ね。そうすると、and の最後の do と、a が母音でつながるので、and a っていう感じになります。1 and a, 2 and a, 3 and a, 4 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4 1 and a, 2 and a, 3 and a, 4いいですね。で、これ3つ目がですね、もう一拍入れていきます。n で n a の間に then っていう単語を入れます。n then a n then na で n then then の最後の n と a がくっついて na and then na っていう風になります。そうすると、続けてやると one and then na two and then na three and then na four one and then na two and then na three and then na four っていうリズムになっていきます。これをですね、順番に1,2,3,4 1 and 2 and 3 and 4 1 and a 2 and a 3 and a 4 1 and a 2 and a 3 and a 4っていうね、これが実は英語のリズムですごく大切になってきます。これをね、すべての、英語っていうのはこの組み合わせになってるんですよ。で、その、この、体に身につけたリズムをどうやって自分の会話の中に取り入れていくのかっていうのは次の動画でご紹介しますので、まずはですね、1 and 2 and 3 and 4 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 ね、この、リズムを身につけてほしいなと思います。慣れてきたら順番にこう自分でこう変えていきます。例えば、1 and 2 and then the 3 and then the 4 1 and 2 and then the 3 and then the 4ってちょっと変えてみたり、今度はこの間のリズムが減っていく感じ。1 and then the 2 and the 3 and 4 1 and then the 2 and the 3 and 4みたいな感じで、リズムパターンっていうのがね、英語にはありますので、それをぜひ覚えてほしいなと思います。で、ちょっとした、数字で書いたやつはね、これは埋め込み動画として、ホームページの方に載せますので、ちょっとそれを使って、その表みたいなのを下に用意しておくので、それを見ながら、ちょっと練習してもらえたらなと思います。最後にもう一回やってみますね。数字に、こう、リズムを取るように。
ストレス、これは、あとで、次の動画で説明しますけど、ストレスっていうのがね、ここに来ます。なんで、1、2、3、4。1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. 1 and 2 and 3 and 4. この、英語のリズムっていうのを、ぜひ、体に染み付くように練習してみてください。これはですね、僕もですね、留学しているときに、カナダの東海岸にあるハリファックスっていう町に住んでたんですけども、バスに乗ってね、学校だったりとか、バスに乗って語学、ダウンタウンまで行くときとか、こう、毎日ですね、学校が終わってからバスに乗って、ダウンタウンにある図書館に行って本読んで勉強してたんですけど、その時にですね、こう、バスの中で、こう、街の中を見ながら、1 and 2 and 3 and 4, 1 and 2 and 3 and 4って、こう、ボソボソ言いながら、こう足でリズム取りながら練習してたのを覚えてます。でもね、それをやってると、不思議に、こう、周りのね、バスの中での喋ってる人たちの会話が、ちょっと聞き取りやすくなってるような気がします。いや、してました。なので、ぜひですね、まずはちょっとこの練習だけ、このエクササイズだけは、をちょっと集中的に、まずできるようにしてみてください。で、なぜこのリズムパターンをどうやって会話に入れていくのかっていうのは、またちょっとね、知識が必要になってくるので、次の動画でご紹介したいなと思います。それでは、また次の動画でお会いしましょう。ハリファックサポートセンターの水谷でした。